フラーが壊れてるんですけど。壊れてました。すごい音してますけど。日時独位三国同盟ドイツの自動車。ドイツ。木澤選手も今はなんとポルシェ。ポルシェ乗って。はい。木澤選手の愛車遍歴を教えてください。あ、愛車遍歴ですか。はい。初めて乗ったのが、はい、トヨタのビスタっていう、わかりますか。わかります。フォードは。今ないですもんね。親父が乗ってたのを、まあ、学生時代、はい、お下がりでいただいて、はい、こっから吉田兄貴にビッグホンを。ビッグホン。イスズ。イスズビッグホンですね。はい、後ろにラダーがついて、はい、上に寝転がれる、はい、キャリアがあって、はい、ディーゼルのミッション。ディーゼルのミッションで。はいはい、その次にランドクルーザーしたね。ランクルの80っていう、はい、まあ、これもディーゼルですよね。おお、いろんなとこ行きましたね。煙突がついてて水の中入れる。あ、そういう、そんな、いじってないですけど、普通のノーマルのランクル80ですけど、はい、でその後ジムニージムニー、はい、はい、ジムニーのミッション乗りましたね。おお、はい、でからボクシーですよ。ボクシー時代から知ってるんじゃないですか。ボクシー知ってます、はい、ボクシーね、はい、でボクシー突然ガソリンスタンドで停止しましたね。ボクシーもだいぶ乗りましたね。新車で買って15万キロぐらい乗ったんかな。はい、あ、プラド忘れてました。プラドは初めて会社で持ったのがプラドですね。あ、うん、ここからアルファードですね、はい、ハイブリッドのアルファードあって、その後今の現行の前の方のアルファードですね、はいはい、そっからこれですね、ポルシェですね。ポルシェ、これはポルシェのなんていう自動車ですか。これマカン S っていう。マカン S、 まあなんかやっぱりちょっと次元が違いますね、やっぱり。お、今まで乗ってきた車とは。お、次元が違うって、もっと上のスーパーカーがいっぱいありますけど、その、はい、やっぱ今まで乗ってきた車とはもうなんかもう、はい、なんなんですかね。あ、乗ると分かりますけど、はい、パワー、ブレーキ、ー乗り心地、はい、安定性、はい、もうなんかもうこれ以上いらないですよね、正直ね。もうとんでもない車いっぱいありますけど、はい、全然。あと、まあ、燃費もハイオクですけど、リッター8ぐらいいくし。おお、そうですね。そういうところでも、なんか、これ3リッターのツインターボなんで、はい、350馬力とかじゃないですか。ああ。本当にこう、コーナー曲がった時の、なんすかね、もう、キビキビ動く感じとか、はい。なんかブレーキがすぐ、ね、本当に、はい、軽く踏んでも、なんすかね、こう急ブレーキなんか踏んだことないですもんね、これ乗ってから僕。あ、そうですね。普通、はい、の車の急ブレーキが急ブレーキにならない感覚。お、なんすかね。日本車だと多分燃費重視なんで、こうギアをできるだけなんか早く上げるんですけど、やっぱりまあ粘るっていうか、より加速で常に次の加速のことを考えて、ギアがあまりすぐには上がんないですよね。こうグーッてもうそこから、ああ、加速しないならちょっと落とそうみたいな感じに見えますね。パドルもあるんですよね。パドルあります、ここに。あれもただこれパドル使わなくてもアクセルブンって入れると、ああ、そう、すぐブーンってエンブレかかるんですよね。でそのままグーッとしばらく走るんで、ずっとエンブレで、あとこのスポーツモードですね。あ、はいはい、スポーツモードは音変わりますもんね。あ、音も変わるんですか。ちょっとサスが、サスペンションも変わる。純子さんのお母さんがマフラー壊れてるって言ったんでした。ああ、なんか言ってましたね、はい、初めて乗って見た時にマフラー壊れてるわって言ってました、はい、まあ音がね、やっぱり、はい、うるさすぎることないんでいいですよね、これはね。こういうのに、乗るとやっぱりあの気持ちもだいぶ違いますよね。なんか面白いですね、運転しててストレスないし。あと高速で遠出するときでも本当楽ですね。あ、
木澤選手以降あの残念なのがなんか名古屋の駅に駐車しといてなんか出てくる時に車がこれ結構車体が高いので、はい、なんか横が見えずに、あ、1回だけぶつけましたねこれ、はい、まあまあいっちゃいましたね。あ、扉1枚交換して、扉1枚交換、はい、あ、そういうことがあるんですね。そうです、はい、まあでも本当1回も故障してないしね、あ、いい車です。あ、買った時これ中古ですけど、もちろん3万キロ4万キロ、ああ今もう6、もうすぐ3万キロぐらい走ってるんです、ね、今6万ちょいですね。結構乗ってますね、はい、でも本当楽ですよこれ高速は、うん、はい、ストレスないし、はい、当然クルーズもあるんですか。本当クルーズはありますけど使ったことないですね。ああ本当ですか、はい、使わない方が楽しいですもん。ああなんか退屈しないですもん、運転してストレスないって。ああということで、はい、木澤選手の愛車遍歴をお伺いしました、はい、これとりあえずは乗り換える予定はないですか。ないですね。とりあえずしばらくこれないです、ね、乗ってというか、まあ、壊れたらしょうがないですけど、もうなんか壊れそうにないないし、もうなんか愛着があります。ああ、すごい、はい、何の不満もないし、はいはい、ありがとうございました。